自民党は、与党で過半数としていた勝敗ラインに届かなかったことで、石破総理大臣ら執行部の責任を問う声が高まっています。石破総理は、裏金問題の逆風を跳ね返せなかったばかりか、選挙終盤には非公認の候補者の政党支部に2000万円が支給された問題で、候補者からはダメ押しになったと恨み節が聞こえています。 すでに石破総理を含む執行部で身体問題に係る協議が始まっていて小泉選挙対策委員長の辞任は避けられない情勢です補正予算の編成などもあり石破総理は続投する見通しで森山幹事長も責任を果たしていきたいと話していますまた派閥の裏金問題で非公認とした候補者の追加公認は当面行わない考えです 一方、公明党は就任したばかりの石井代表が落選する事態となり、党内に衝撃が走っています。事行は政権の維持に向け、他党との連立や格外協力を模索することになります。